い、皆さんこんばんは、愛香です。今日はですね、私渋谷に来ておりますということで、今歩いて表参道方面に向かっています。まあ、いつも通り月一の出張なんですけど、ちょっと久しぶりに今日はね Vlog 撮っていきたいと思います。今日は天気ちょっと曇ってるけど雨ではない、ちょっと蒸し暑いんですが、いろいろね回りたいと思います。なんかすごい行列。M1MC の路面店あるよ。あ、表参道来ました。意外と歩けた。表参道です。じゃあちょっと今からねお昼食べに行きたいと思います。ここ渡ってきます。行くとこは初めてなんですけど、ちょっと調べて予約しました。今ね私が食べたい感じのお料理が食べれるお店です。毎線行列です。お姉ちゃんの好きなカツサンド。あ、でもね今私ヘルシーに来てるからとんかつとかねダメだ。うん、そうちょっと控え。着きました。こんな感じ。ほら超ヘルシーそうでしょ。美味しそうじゃない。美味しそう、うん、野菜が。ちょうど今の気分。とりあえず野菜っぽいもの食べたいと思います。メニューは QR コードでこんな感じで読み取って、そこから注文するような感じになってます。はい、届きました。こんな感じ。はい、昆布サラダとクラッシャー妹のスーププレートみたいなやつ。野菜がいっぱい食べれる。でチキンも入ってるからタンパク質も取れますよ。いただきます。いただきます。今日はこのお店は私がチョイスしたんだけど、めっちゃヘルシーじゃない。めっちゃヘルシー。全部のメニューがヘルシーだったでしょ。そういやだって、あのもう表参道をヘルシーみたいな、うんみたいな検索の仕方でしょ確か。そうなんや。そうランチヘルシーみたいな野菜みたいな。そう、そしたらもう次にもうここって出たから、もうこれだなと思って。いやでもいただきます。最近さっきも話したけど、うん、ダイエット。そう面白いの、このちょっとさ姉妹のさデブネタ聞いて繰り返しになるけどね、前回の出張の時に靴下がきついなと思って、うん、で脱いだとこがもう何ハムみたいなだから、あむくんでるんやなと思って、まあでも出張中やし、うん、飛行機とかもほら乗るしさ、うんうんうん、と思って、まあ、足マッサージとかさ、うん、あの申し訳程度にしてさやり過ごそうとしとったわけよ、うん、そしたらさ帰ってからもむくんでて、パパにまでちょっと足がなんか急激に太くなっとる、大丈夫みたいな、うん、むくみで、そのなんか体に良くないむくみじゃないかみたいな、うん、で私が下っ腹もすごい食べた後にポコって出るなと思ってて、うん、じゃあもう笑っとるけど、うん、いやそれもいやそんな急に太るとかおかしいみたいな、なんかの病気かもしれんみたいな、すごい心配してるんやけど、うん、でもすごいいくつか心当たりがあって、うん、あるんかい私さ冬はコルセットしてたじゃん、腰が悪いから、うん、あれって基本寒い時期になりやすいから、うんうん、暖かくなって調子良くなってコルセット外したんだよね、うん、そしたらうって抑えられてたものが持ってられちゃう、うん、まあそうなるよ ね, なるよね。で冷静に考えたらおもしたっぱらだみたいな、うん、巡りも悪いし、うんうん、で代謝がね、そうでさ飲むものもさ、うん、私朝絶対コーヒー飲むじゃん、うんうん、で下手したら1日3杯とか飲んでた。そうなん。そうで、なんかちょっと飲むものもちょっと気をつけた方がいいなとか、うん、で食べ物も前のさほらロフトの買い物の時も言ったけど、うん、やっぱりちょっと栄養偏りすぎてるみたいな。うん、うんうん、おいしい。うん、もうね食べながら喋ると喋れないの。食べてるとこカットしたら食べてないじゃないですかみたいな。食べながら喋ったらええやん。咀嚼音がね。あんまり良くない、ね、そう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 。だから、うん、ちょっと難しいんやけど、うん、体重計にね、うん、そんなに普段乗らないの、うんうんうん、でも自分のベストの体重っていうのがあって、数字だけで言ったら確かに太ってないとかって言われるかもしれないけど、自分的にもうその体重ベストな体重より減ったらやっぱこうちょっとフラッとして、あなんかちょっとやばいなってなるし、増えたら増えたで体が重いなっていうのが分かるのがあるのね。明らかにその標準を超えてるなっていうちょっと思ってさ、体が重いなみたいな、うん、なんかちょっと鈍いなみたいな、そしたらさ普通に広く太ってた。3キロとか
誤差やろって。絶対誤差じゃないって。もう私結構産後もずっと自分にとってコンディションのいい体重っていうのがもう変わってこなかったのね、でほぼその体重なの、例えばお正月ですごいドカ食いして、一時的に太るとかあっても戻ってくるみたいな、で結構安定してたの最近、だからもう完全に油断してて、それでね、体重も増えてる、むくんでる、下っ腹も出てきた、それぞれの原因と対策を考えたわけよ、まず食生活ね、不規則じゃん。夜はきっちり食べるの ね、家族のために作るし、ちゃんとしたの食べるけど、他は食べたり食べなかったりだし、編集とかしてたら、それこそもらったお菓子とかつまんだりとか、おにぎりとかパンで済ましたりとかしてたけど、だから野菜食べたり、タンパク質を取ろうと思って、でそれからお菓子まずやめようと思って、お菓子は前に視聴者さん送ってくれたやつで食べたから、そっから自分では買ってないの、で夜子供がお菓子をちょっと食べたりするんだけど、誘われるのにママも一緒に食べようって、それを断るようにして、ママデブるからって言って食べないようにした。アイスも冷凍庫にいっぱい買ってて、ちょこちょこあの個包装になったやつとか食べてたけど、それもデブったなって思ってから食べるのやめた。あとこれグミ好きで、グミもすごい食べるから、あれも小腹満足みたいな買ったんよ。お腹満足グミっていうのを買って、味は普通に普通のグミ、こう変に甘さがないとかそんなのはないんだけど、これ一袋食べても98キロカロリーで、まあグミ食べたいってなった時はこれを食べることにしたよね。だからお菓子はこれしか今食べてない、で今までだからコーヒーガバガバ飲んで、プラスでハーブティーとかお茶とかも飲むんだけど、例えばさ甘い何かをほら豆乳で割って飲めるみたいな、ああいうのを飲んだりとか結構してたから、それもやめて、もう水、水がやっぱいい。水ね。そう、味変でハーブティー飲んだりはもちろんするけど、そのメインで飲むものをコーヒーとかっていうのはやめようと思って、もう水にした。目標は、1リットル、それでも今までもう水ってものをほぼ飲まずに来たから結構大変、でも自分がこういう体型とかこの感じいいなって思う人の話とか聞いてたら絶対水飲んでるんですよ。飲むよね。私なんかもうめっちゃ代謝悪い、だから、やったらサーモン入ってた。そうサーモンとかもいいし、代謝も上げて水もしっかりとって、食べるものもやっぱり当たり前だけど気をつけないといけないなっていうのを何度目のかの決意。運動もだし、その腹筋、筋肉つけて内臓がビュッて出てくるのをこうって抑えるような腹筋がいるなと思って、なんかその寝る前にできる腹筋を鍛えるワークアウトみたいないう動画を見つけて、毎日それを見ながら寝る前やる。定期的にインナービューティー気をつけるとか、そのなんか痩せるっていうか筋肉をつけるとか言うけど、いや本気今回は。はい、ご飯食べてきたのでお腹いっぱいになりました。お野菜がねしっかり取れました。で妹ともねちょっと痩せなきゃねっていう話をしてきたんですけど、まあ痩せるためにも今からねたくさん歩きたいと思います。ということで今表参道のこの通りまでね移動してきました。今から、表参道あと原宿方面行っていろいろお買い物してきたいと思います。じゃあルームツアーしていきます。はい、じゃまず右ですね、洗面台こんな感じ。奥がトイレでこっちがバスルームですね。あ、こんな感じです。でここが冷蔵庫。お部屋こんな感じです。広々。じゃあ軽く2ほどきしたので、今日のねあの Vlog 撮ってるデータとかまとめないといけないので、ちょっとお仕事しようと思います。なんか飲みますか？なんで敬語みたいな。いや、あのねお姉ちゃん水持ってきてるんよ。あ、そうなんや。水ホテルの水があるけど、うん、ここそうホテルに水もあるけど、1本ずつじゃと足りんと思って水をね、ほらたくさん取るようにしてるから、これほらここ机に置いてこれ水なんやけど。あ、そうなんや。これなんかテキラのシャンプーのつもりでかすぎんじゃない。これ出張用にシャンプーで持ってくるでかすぎんじゃない。
じゃあこれちょっとさっき飲んだから減ってるんですけど、シリカビヨンドリッチっていうこのパウチに入ったシリカ水なんやけど、めっちゃ方言いやこれ便利だなと思って、っていうのも今回ね、私水をめっちゃ取らないといけないみたいなことに気づいたっていう話をしたと思うけど、でも思い返してみて、前からね私の動画見てくださってる視聴者さんだったらご存知かもしれないんですけど、私前まで福岡にいたんですよ。でその時は撮影部屋っていうのを別に借りてて、あの時さ私めちゃくちゃペットボトルの水を置いてたの覚えてない？なんかいつもペットボトルのゴミがすごかった。そう、あの時は水を飲もうっていう意識はあったのね。でも引っ越してさ、やっぱりマンションだとゴミいつでも捨てられるじゃん、でも家だとペットボトルって決まった時しか捨てられないの、でそんなに置いておく場所もないしさ、ちょっとほらゴミ出しとかも面倒だしってなって、ペットボトルの水買えないなと思ってやめてたのね。でもこれパウチだからさ、めっちゃ捨てやすいの。確かにね。そうこれさ、私もうさっきから実は飲んでて、チェックインの時から、だからちょっと飲み切って見せるね。こんな感じで飲み切るとぺっちゃんこになるから、めっちゃ捨てやすいと思わない？すごいね。そうめちゃくちゃ、そうだからめちゃくちゃ捨てやすいのこれが、ほらほら、すごい、ね、これ妹にばっか見せたけど、ほらこれだったらその家でもゴミ捨てやすいし、今回の出張みたいに持ち歩く時でも、ペットボトルだったらほら中身減ってもさかさばるじゃん、これほらだって減るもんで、捨てれるでしょ普通に。しかもね、私これ1本で済むわけないから、今回トランクにめっちゃ入れてきたの。うちはペットボトルすごいんよ。そうよね、いつもペットボトルの山盛りでしょ多分これ今日飲むのでこれくらいかな。これね、しかも硬水とか軟水ってあるじゃん、このシリカビヨンドリッチは軟水だから飲みやすいの。なんか硬水苦手って言ってなかった？そう、私硬水苦手。そうね、もう本当に普通のミネラルウォーターって感じで、だからその癖とかはもう一切ないし、全然そのシリカ水って言われないと味的には分かんないの。でもシリカってさ、すごい体にいいって言うじゃん。体にいいっていうか、爪とか髪とか、こう年齢重ねてくるとちょっとねボロッとしてさ、分かりやすくなるパーツ、そういうのを強くしてくれるみたいな成分らしくて、だから取りたいじゃん。髪とかもさ、やっぱパサついてきたりとか。そうそうそう、だからなんかシリカってそういうのにいいらしくって、だから普通の水飲むくらいだと1本いる？もちろん。そうだからなんか普通のミネラルウォーター飲むよりはシリカ水の方が良くないと思って、いやこれめっちゃ便利と思って。いただきます。乾杯乾杯乾杯。ね、全然癖ないでしょ。全然癖ない。そう、本当に普通の水、普通の水って言ったらなんかあれかもしれないけど、なんか優しい、まろやかって感じじゃない、口当たりが。だから飲みやすいから量取れるの、これがね1パウチ330ミリ。だから私結構一気に500飲むのってちょっとしんどいよね。わかる。そう、でもあんまりさ、飲みかけのお水をさずっとさチビチビ飲むのもなんかちょっと衛生的に嫌じゃん、だから330ってまた量が結構飲みきりやすいの。でさ、水とかさ絶対買いに行きたくないじゃん、配達してほしいじゃん、定期配送とかもあるから、定期購入できる。いいね。いいでしょこれ。一応シリカについて調べてみたんだけど、なんかね、体に優しいミネラルなんだって。ミネラル大事。そう、カルシウムとかカリウム、ヨウ素、マグネシウムと同じミネラルの一種。これ飲み始めて、ちゃんと決まった量を毎日飲めるようになった。普通に欲しいなこれ。そうでしょ、意外とないよねパウチのって。ちなみに30本40本60本で配送のサイクルとかも選べる。そうだから、いや今回ね、私実はこれ案件でお仕事でいただいてありがとうございますなんですけど、普通に定期購入継続しようと思って。いい、あめっちゃいいや。そう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 、のクラッシャーさんもいいと思うよこれは。いいね。うん、そう、初回が安くなるのよ。で30本コースが初回だと 47% オフで4280円。そうなんです。そう、1本あたり143円から始めることができる。で、2回目以降も 39% オフになるから、まあ、あれよね。1回って買うより、まあ、もしずっと飲み続けるのであれば。定期にしたら、そう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 。そう、うん。なんかね、美容雑誌にも結構掲載されてるっぽい、見たら。ボーチェとか、普通にマキアとか、クラッシーとか、そういうのにも掲載されたっぽい。なんかヨガの雑誌とかにも載ってるって。いや、ほんとね、体の中から変えていきたい。まあ、さっきも2人で話してたけど。そう。いや、もうそれよ。だから、結構私、今年はいろいろ意識改革っていうのがあって、だから、外からのスキンケア、で、プラスで、まあ、年齢的にちょっとね、カバーしきれない美容医療を、で、インナービューティー、食べ物も飲み物もだし、ね、と加えて運動ね、っていうのはこう基本にしたい。やっぱここをバランスよくやっていかないと、
あのガタが来るから意識高くない？そうなんかじゃあ美容モチベがめっちゃ上がってて、そのスキンケアとかコスメはもともと好きだけど、だからそのインナービューティーとか、うん、そっち系の今モチベがめちゃくちゃ高い。もう今までで一番じゃない？そう過去一、40歳にして過去一、うん、まあいよいよ本格的にね。そうまあそうだからやらざるを得ないみたいな状況になったっていうのもあるけど、うん、だから私もね、人間って追い込まれないとやらないのよ本気で。そうそうそう、飲み切ってしまった。そう、そう、じゃあ美味しいでしょ、うん、飲みやすいのよ。なんか今いろいろね話してたんですけど、商品のね詳細についてはいつも通り概要欄の方にリンク貼っていますので、もし興味ある方はねぜひそちらから詳細チェックしてみてもらえたらと思います。はい、動画の素材の整理して晩ご飯食べて、もうね外も暗くなってきたんですが、今日はこれからね恒例の YouTube ライブをやります。通常の配信とその後にメンバーさんですね、フグちゃんズの方向けの限定配信やるんですが、今日もねこの2本立てでやっていこうと思います。はい、ということでちょっと配信終わって喉ガラガラです。普通の配信で30分、あ違う20分ぐらいか、でその後メンバーさんと40分ぐらい話していました。いやね、話すとめっちゃ喉乾くの。なので以上で今日のお仕事終わりなので、話したらめっちゃ汗かくんですよ。だから私はもう配信が終わったらすぐお風呂のお湯を入れに行きます。はい、お風呂出ました。お風呂上がりはね水分取っといた方がいいから、思いっきり。じゃあ部屋行きます。はい、ベッドに来ました。ちょっとパジャマに着替える前にちょっとゆっくり、この後パジャマに着替えたら最近やってるあのストレッチやっていこうと思います。でベッドサイドには結構寝ながら喉乾くのでお水、新しいのと蒸気でホットアイマスク。これも視聴者さんがいっぱいいつも送ってくださるんですけど、今日はカモミールの香りにしました。ありがとうございます。夜寝る直前につけられるようにここに置きます。ちょっとストレッチしてる姿はさすがに見せられないわ。もう体硬いから。でもね、ちょっと後で妹にも伝授したいと思います。今日のさ、うん、何キロ歩いたとかわかる？9.1 キロでした。あー惜しいね。惜しい、あと900メートル。そう、なんかいつも妹がどれだけ歩いたかを管理してくれてるから毎日聞くの。大体でも10キロ近く、ね、あー本当？そっか、うん、という感じで今回は私の出張での Vlog をお届けしました。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。おやすみなさい。